3連で上がっていく練習とかやってみましょうね。ラソラソラシラシド。で、膝は柔らかくね、はい、中心しっかり。脇腹は、で、少し脇腹からつながってる筋肉を意識してくださいね。はい、下の方とか、少し肋骨の方にもつながってます。まあ、こうやって書き込めというかあんまり動かないんだけど、少し自由に動くつもりで、肩甲骨となんかね、整体ね、正門とか、あるいは舌骨につながる筋肉があるいは舌骨につながらないか、まあ、でも舌骨とかに下の奥のこれね、こういう舌骨あるのかな、つながってる筋肉があるらしいよね。だからそこら辺こっちでこっちでも楽にしてないと固まっちゃう。こっちもテナサクスもありますけど、まあ、外ぼちになりやすいので、それでそのまま少し押し込んでください。もう一回やって、そうらしい。口の中はこう歯磨きで、はぁ磨いてる、はぁ、おぉ、ひぃ、みたいな、そういう、こする、こする、ラシド。順番がこうやってね、指とかで練習してみると、あ、なんか薬指が遅いなとか思うかもしれない。あるいは人差し指が遅いなってある時。次に、じゃあ遅いと思う指を意識してこうやって動かす。これ練習しとくと、ね、こんなものとか、こういう本とか何でもいいので、こうやってこう、ね。
自分が出た時とかこういうものとかね、はい、CD でもいいし、上手な CD でやっていいかもしれない、脳がないそれじゃあ、ね、足ど息の出は必要、はい、そうだけどお尻ちょっと締めるとか体の胸は閉じないようにして開いてね、からここ楽にしてあらーりーね、でこの中いい感じ元気が欲しいな、いいパーソーパーソーだ、ソラソラシラシドカキノカ、まあ、ソラシ、ごめんね、はい、まあ、非常にいい感じ、あるいはあのきつくなりやすいのですごく良かったよね、そういう風に吹けるといつもいいかなと、お一人でもやってみましょうか、はい、できるようにさ、あのやっていくと音域も広がるし、非常にいいと思いますね。あの上行形3つ3つ3つね、3つ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 
3つの音ってすぐにいっぺんに認識ができますか。はい、3つかける3、3、サザン楽みたいなっていう感じでした。はい、はい、いいんじゃないですかね。はい、OK でした。